ヤスミンさん、ヤスミンさん、新しいものを買うと、新しい悩みが出てくるらしいじゃないですか。<laughs> あの、このロジクールのウェブカメラの設定なんですけど、設定はいらないっちゃいらないですね。<laughs> 何の情報を調べてるのか分かんないですけど、僕がやってる方法をシェアすると、まあもちろんね、ロジクールが出してるアプリをインストールして、ロジクールのアプリで撮影するっていうのもあるんですね。 で、ロジクルのアプリでせ撮影すると色度、あのまあ、色の調整だったりとか、いろんな細かい設定ができたりするんですけど、僕はしてないです。めんどくさいんで。単純に USB-C を、えー、ぶち込みます。<laughs> ぶっ刺します。で、えー、今これ撮影しているのも、クイックタイムプレイヤー。まあ、Mac にクイックタイムプレイヤーって入ってると思うんですけど、クイックタイムプレイヤーを開くと、えー、上の方にね、ファイルっていうのがあります。で、ファイルで、えー、新規ムービー収録。 新規ムービー収録、新規オーディオ収録、新規画面収録って3つがあるんですけど、新規ムービー収録をします。で、そうすると、設定してなかった場合は、多分インカメが表示されます。で、この、えー、まぁ、あ、一度設定すればね、そっちに行くんですけど、あの、まあ、もしくは自動でそっちにウェブカメラに接続されるかわからないですけど、そのクイックプレイヤーを立ち上げた時にもし、も,もしつなげてるウェブカメラに行かない場合は、えー、っと、 クイックタイムプレイヤーを広げた時にあのうんときに、まあ、小窓みたいな、まあ、画面の中にこういうなんか長方形の出てきてでそこのボタンで録画,ボタン録画ボタンがあると思うんですけどその録画ボタンの右側にちょっと矢印がありますでその矢印をクリックするとどのカメラで 収録しますかっていう選択ができますでそこに USB をぶっ刺してるとまあその認識パソコンがしてるんであるならばそのロジクールのウェブカメラのその出てくるのでそれをただ設定すると切り替わって、えー、その出力っていうかねそれがウェブカメラになるんで終了ですで僕の場合はこの外部マイクもつけてるのでその外マイクあの音声収録はまあそこで カメラと音声ど、どどこでやりますかっていう設定があるんですけど、僕の場合は外部マイクもつけてるんで、そこは外部マイクのロードのやつを設定して、で、それで終了です。だから、その、なんだ、<laughs> まあ、なんか、高度なね、なんかこう、なわかりますよ。なんか、ゲーム実験やってる人とかね、なんかコンバインダーみたいな、なんかこういう、なんか買ってね、なんかやってるとかあるんですけど、全然いらないんで <laughs>。USB を挿して、クイックタイムプレイを起動して、 でファイル、ファイルで新規、えー、ムービー収録を押して、そして、えー、ウェブカメラに、あの、なんだ、設定が紐づかなかったら、まあ、そこから紐づければいいと。で、一回紐づけると、あの、もう、それがデフォルト設定みたいになるので、まあ、今後立ち上げると、まあ、これになるということでございますね。はい、めちゃくちゃ簡単です。 めちゃくちゃ簡単なんで、まあ、そのソフトとかインストールしなくていいし、他のデバイスも全く必要はないです。クイックタイムプレイヤーのそこ設定のみです、はいい。大丈夫ですかねはい。で、あと、コンサルの日程なんですけれども、え9月14日14時で、えー、大丈夫なので、よろしくお願いいたします。はい。では、またよろしくお願いします。まあ、それ、まあ、今の動画でわかんなかったら <laughs>、また連絡ください <laughs>。まあ、多分ね、いや、申し訳ないけど、 秒速で簡単だと思います、うん、もう一度言わなくても大丈夫ですよね。ちょっとリピート止で聞きてください、うんそう。そんなに超難しい設定しなくていいんで、ソフトもインストールしなくていいので。はい。あの、パソコンはね、あのすごく頭がいいですから、認識してくれるので挿せばね。そう。まあ、ヤスミンさんが使ってるパソコンがね、まあ、USB を挿してもね、認識されないと。認識されないんだったらパソコンぶっ壊れて, <laughs> 壊れてますね。 ま、認識されるじゃないですか。<laughs> ね。なんか USB 挿したらなんか、なんかファイル出てきたりとかね。認識はしてるはずなので。<laughs> ま、それで大丈夫です。はい。まあ、クイックタイムプレイヤーですね。うん、Mac に入ってる。やってみてください。では。